大津茜は NHK 長崎放送局技術部総受信技術職員。NHK の地上デジタルテレビジョン放送をはじめとする放送受信関係の番組に数多く出演している人物である。元札幌放送局契約キャスターの涌井遥と同じく国立の高等専門学校を卒業したという異色の経歴を持つ。2003年入局当初から技術職採用であった。後に全国区の人気を博するようになった同期の神田愛香アナウンサーと共に福岡局に配属され九州、沖縄における地デジの立ち上げ準備に関わる。2006年4月1日の福岡、沖縄両局地デジ開始に立ち会った後、神田より一足早くその年夏の定期異動で本部放送センターへ転勤。技術局送信。視聴者技術センター視聴者技術担当となった。デジタルテレビジョン放送普及業務に従事していることや、若い技術系女性職員であることから、NHK の地上デジタル放送関係の番組や受信関係の番組に数多く出演した。2010年度春までに実施の定期異動で九州へ逆戻りし、長崎局へ。長崎県は山間地や有人離島を数多く抱えていることから、多数の中継局整備、協調施設等の整備が大きな課題となっていたため、これを解決すべく送り込まれたものとみられる。長崎局の広報誌、もってこい、長崎2010年4月号では、平成22年度における長崎放送局の力紹介に登場し、長崎県における地デジ完全移行に向けた決意を述べた。すべて NHK の番組である。ありがとうございます。